国国新聞ニュースをお伝えします石川県の長谷博士知事は昨日金沢経済同友会と意見交換し日銀金沢支店の移転をめぐり金沢市から要請があれば跡地利用の議論に加わる考えを示しました金沢市高林坊2丁目にある日銀金沢支店は来年秋金沢駅西口に移転する予定です 移転後の跡地の売却については県や金沢市など地方公共団体との交渉が優先されますその跡地利用について金沢経済同友会はこれまでの金沢市長との意見交換会で金沢過激座の機能を持った施設を整備すべきだと提言しましたしかし日銀金沢支店の跡地は 金沢過激座の敷地の半分しかなく、今と同じ程度の座席を確保するには、周辺の再開発を含めて検討する必要があるなど、現在のところ結論が見えていません。こうした状況を踏まえ、金沢経済同友会側は、昨日の意見交換会で、県が前面に出て買収や活用に動く考えはないかと長谷知事にただしました。 これに対して長谷知事は日銀金沢支店は金沢の一等地にあるとした上で県としても関心を持つべき課題一義的には金沢市が取り組むべきだが要請を受ければ議論に参画していくと述べ県が協議の場に入ることで利活用の議論を進めたい考えを示しました。 プロ野球のドラフト会議が昨日行われ。金沢市出身の駒子隆二投手が楽天から。航空石川の内藤方内野手がオリックスからそれぞれ。認識名を受けました。遊学館高校 O. B. の駒子隆二投手二十五歳は。現在鷺宮製作所に所属し。最速百五十五キロの速球が持ち味です。 これまで3度の指名漏れを経験した駒子投手は、楽天から任指名されるとチームの仲間とハイタッチで喜び合いました。色紙には一軍で活躍の言葉を書き、苦労人ならではの決意をにじませていました。愛知県出身の内藤法内野手は、高校3年間で、 通算53本ののホーームラランを放った右打ちのスラッカーです昼の食事が喉を通らないほど緊張していた内藤内野手でしたがオリックスから任指名されると早く呼ばれないかなと思っていましたと笑顔満開で答え愛される選手になると誓っていました。石川県勢ではこのほか 石川ミリオンスターズの野村和樹選手19歳が西部から投手として育成枠1位の指名を受けました金沢中警察署はハロウィンにあたる今月31日、繁華街に警察官を配置し雑踏での事故などを防ぐことにしています。 ハロウィンに向けた対策会議が昨日、金沢中所で開かれ、中所や県警、金沢市、それに片町商店街振興組合や片町キララの担当者が出席しました。片町では去年、仮装した若者などが300人以上集まったほか、バイクが暴走行為を繰り返し、少年などを8人が警察に摘発されました。 そうしたことを踏まえ、金沢中所は雑踏での事故や暴走行為を防ぐため、片町1丁目交差点を中心に警察官を配置し、覚醒器で注意を促すとともに、ドローンの警戒にも当たります。このほか、飲酒を控えるよう求める張り紙を片町キララに掲げるほか、金沢市の職員などが連携して、 子どもが犯罪に巻き込まれないよう巡回を行いトラブルを防ぐことにしています金沢市内のホームセンターで警察官の巡回や従業員の声かけを増やした結果万引きの被害が大きく減少し金沢東警察署はこの取り組みを他の店にも広げることにしています金沢東署は去年 館内の万引き被害の2割以上を占めた高柳町のスーパーセンター武蔵金沢店で今年4月から警察官の巡回や従業員の声かけの回数を増やしました。その結果、今年1月から4月まで4か月間で30件発生した万引きが5月から先月までの5ヶ月間は2件と大幅に減りました。 金沢東書院など5人は、昨日、武蔵金沢店を訪れ、この店の次長を務める河合和春さんから、万引き対策の取り組みやその効果について話を聞きました。そして、店内に万引き G 面巡回中と書かれたボード2枚を新たに設置し、来店した人に啓発グッズも配りました。 金沢東署は武蔵金沢店の万引き減少が巡回や声かけ対策の効果とみて他の店にも広げることにしています。県警によりますと県内では今年1月から先月までに万引きの被害が572件あり去年の同じ時期に比べ83件も増えています。 石川町の都議商工会女性部が海岸に漂着したペットボトルを使い、桜貝にちなんだピンク色のツリーを作りました。都議商工会の女性部は、今年度から SDGs 推進活動をはじめ、その一環として、マスホヶ浦海岸に漂着したおよそ220本のペットボトルでツリーを作ることにしました。 女性部の会員など14人は、都議活性化センターで制作に取り組み、高さ2.6メートル、幅1メートルのツリー2本を仕上げました。針金でつなぎ合わせたツリーには、LED 照明が巻き付けられ、照明は、マスホガウラ海岸に打ち寄せる桜貝にちなんでピンク色にしました。都議両家町の 世界一長いベンチ周辺では光のイベントが開催中で今後、このツリーも展示して訪れる人たちに環境問題を考えるきっっかけににしててもらうことになっています。成人年齢の引き下げを受けて河北市消費生活センターが消費者トラブルを防ぐ若者向けのチラシを作りました。 民法の改正にによって、今年年4月からら成人年齢が18歳に引き下げられました。若者向けのチラシ作りには河北市と包括連携協定を結ぶ金沢学院大学から芸術学部3年の学生2人が協力し倉本みるきさんはデザイン高溝ミッシーさんがイラストや漫画を担当しました。 A4 番のチラシは18歳の君消費者トラブルにご用心と呼びかけ表側のイラストは女の子が指で18の数字を作り18歳が少女から成人への節目だと表現していますチラシの裏面は漫画でマルチ商法の手口を紹介し悪質な業者への注意を促しています このチラシは、河北市内のすべての世帯に配布されます。野の市市の小中学生が、昨日給食でチャンピオンカレーの濃厚なカツカレーを味わいました。野の市市内に本店があるチャンピオンカレーは、去年に続き、地元の子どもたちに食べてほしいとおよそ5200人分のルーを提供しました。 カツカレー給食は、野の市市内に7校ある小中学校すべてで行われ、味付けは店で使われる中辛と甘口のルーをブレンドし、トマトや野の市産の玉ねぎを加えてまろやかにしました。カレーには野の市産の新米も使われ、野の市小学校ではおかわりの行列ができ、カツをじゃんけんで取り合う子どもたちもいました。 川北町の小学生が昨日ミニ水路を使った実演を通して堤防の役割を学びました川北町が企画した水防学習会には国土交通省金沢河川国道事務所や川北町の中島建設が協力しました学習会は川北町朝日にある 水辺の学校、西部拠点で行われ。町内の立花、川北、中島の三校から。五年生およそ七十人が参加しました。子どもたちは、手取り側をイメージした。長さ三十メートルのミニ水路の実演を通して。護岸の土砂が削り取られる様子を見学しました。この後、水害から堤防を守る工法を考え。 再び水路に水を流して堤防の状態を確認することで水害から集落を守る堤防の役割に理解を深めました高齢者の交流会が昨日加賀市三谷地区で開かれ体操やゲームを通じて親睦を深めましたこの一人暮らし高齢者ふれあいの集いは三谷南郷地区の 民生委員児童委員会が三谷地区会館で3年ぶりに開催し地元に住む75歳以上の高齢者24人が参加しました参加した人たちは首や腕を回したり体を伸ばしたりする体操のほか魚釣りやボール転がしなどのアトラクションを通じて交流を深めました